ぜセットプレーから2点を奪われたのか、遠藤航が明かした問題点。日本代表は1月14日に開催されたアジアカップのグループステージ第1節でベトナムと対戦、4-2で白星を挙げた。2失点に絡む形となってしまったエンドは、まず1点目についてこう振り返る。1点目は11番と15番が2人余ってたので、僕が2人見るような形になって誰がつくのかはっきりさせようとしたところで、相手がクイッツというか入れてきたところを捕まえきれてなかった。2点目はゾーンで守ってるんで、下がるタイミングとかは別に悪くはなかった。相手も後ろから入ってきてるんで、自分も先に触れればよかったんですけど、あれは雪なりには走ってくる選手をブロックしてほしいみたいな話はしました。もちろん僕が競り勝てば何もなかったと思いますけど、改善はできると思います。セットプレーの守備練習はもっと必要ですね。前のワールドカップ予選でもファーの中山に相手が2枚来てフリーで決められた。ゾーンで守る以上、自分のゾーンに入ってくるゴールは確実に処理しないとダメ。 CK はヘディング自体上手かったからな。競り合いの時点で少し DF 陣が甘く見てた感はあるかも。ファーサイドに長身選手を2人走り込ませて折り返しを狙うのはトルシエが昔よく使っていた作戦。セットプレーに関しては守備にも改善事項も多いけど、セットプレーでの得点の可能性も高めてほしいね。勝ったから言えますが、本当にどこにも手を抜けない相手ばっかりだな。見てる側は楽しめるけど、選手たちは大変だよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。